アメリカの未来学者レイカーツ・ワイル博士は、人工知能の知性が全人類の知性を超える地点をこう呼び、シンギュラリティ到来を2045年のことだと予測しています。興味深いのは、シンギュラリティ後の人類の行く末として、彼は人類の知性は機械の知性と完全に融合し、人類はポストヒューマンに進化すると予測していることです。これは遠い未来の話ではありません。もう始まっているのです。 Google は人体の皮膚の上にプリントできる電子回路、電子タトゥーの特許を2013年にはすでに取得しており、アメリカではトランスヒューマニズムの流行を背景に、マイクロチップを体内に装着している人が増えています。つまり現代は人類とテクノロジーの融合の過渡期に入ってきているということなんです。そして彼は人類とテクノロジーの融合に関して、2025年までに全ての人類がマイクロチップを体内に装着することになるとも発言しています。今回の授業では、マイクロチップを人類に埋め込むテクノロジー集団を軸に、彼らが最終的に何を目指しているのか、これをですね、古代から伝わる神話やシンボルを通して考察していきます。マイクロチップの埋め込みが最も盛んだと言われているのが、北欧の国スウェーデン。 AFP 通信が2018年5月に伝えたところでは、スウェーデンでは約3000人がマイクロチップを体内に埋め込み、鍵やクレジットカード、電車のチケットとして利用しているといいます。スウェーデンでマイクロチップの埋め込みが流行り出したのは2015年頃。当時はトランスヒューマニズムやバイオパンクと呼ばれるムーブメントの文脈で、自らの体をサイボーグに変換しようというバイオハッカーたちがマイクロチップを体内に埋め込んでいました。このような流行の影響もあり、今では一般人にも広く認知されるようになっているといいます。そのことは、スウェーデンの国鉄が2017年6月から体内にあるマイクロチップを利用する電車チケット予約システムを導入したことからも伺うことができます。つまりスウェーデンではすでに国側も人類とテクノロジーの融合へと進み始めているということなのです。そんなスウェーデンには、集団で一斉にマイクロチップを手に埋め込むインプラントパーティーを開くバイオハッキンググループがあります。それがバイオニフィケン。バイオニフィケンとは、人間の進化の追求をし、固定観念にとらわれない新しい価値観をテクノロジーとの融合により確立しようとしているテクノロジー集団です。活動の一環として、先ほどお伝えしたインプラントパーティーを各地で開催し、人間の体内に個人情報などが登録されたマイクロチップを埋めていっています。バイオニフィケンのメンバー、パール・セーデルストローム氏によれば、いずれ全ての人間は脳に当たり前のようにマイクロチップを埋め込むようになり、記憶をクラウド上にアップロードしたりダウンロードしたりできるようになると言います。彼の想定する未来が実現すれば、他人の記憶もダウンロードすることも可能になるということです。つまりですね、他人の記憶をダウンロードして、さまざまな知識を手に入れたり、実際には体験していないことを自分の体験として身につけることができるようになるということなんです。このことは、現代における個人情報とは自分だけのものではなく、データとなり共有されるものへと変化している過渡期とも捉えることができます。以前の動画でもお伝えしたように、プライベートを放棄し、データをクラウド上やそれを分析する AI に捧げるということは、人類は人間の知識や知恵よりもビッグデータやアルゴリズムに信頼を置くようになる未来へとつながっていくんです。データこそが全能であり、神であるデータ教へと。ところで、このバイオニフィケンのロゴをご覧ください。このロゴには DNA の二重螺旋のようなものが描かれており、中心にある目のマークが印象的です。眉の方向から、この目は左目であるということが推測されます。さて、左目のマークといえば、これを頭に思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。全能の目や万物を見通す目とも称されるプロビデンスの目。今ではフリーメイソンのシンボルとしても有名なプロビデンスの目なんですけれども、実はこの目にはモチーフとなったものがあります。
それがウアジェトの目。以前の動画でもお伝えした通り、ウアジェトとはエジプト神話におけるコブラの姿をした女神であり、月の象徴でもあるんですけれども、ウアジェトの目とした場合、この目はホルスの左目のことを言います。エジプト神話ではホルスの左目であるウアジェトの目は、ホルスが父オシリスの仇であるセトを討つ時に奪い取られてしまうんですけれども、知恵の神にして月の神や時の神であるトートによって癒され、ホルスの元に戻ります。そのためウアジェトの目は再生や万物を見通す知恵の象徴とされるようになるんですけれども、万物を見通す存在だということからも、この目がプロビデンスの目と関わりが深いことがわかります。ちなみにホルスの右目はラーの目と呼ばれていて、ラーは太陽神であるということから太陽を象徴しているんですね。つまりホルスの両目はそれぞれ月と太陽、陰と陽を表しているということなのです。さて、実は左目にまつわる神話っていうのはエジプトだけではありません。エジプトから遠く離れた地であり、バイオニフィケンが組織されたスウェーデンがある北欧でも左目の神は語られているんです。それがボーダン。ボーダンとはオーディーンとも呼ばれる北欧神話の最高神であり、天候を司る嵐や暴風の神です。また彼は魔術に長け、知恵の習得に貪欲な神としても知られています。というのもですね、彼が固めなのは知識を得るために自らの左目を差し出したからなのです。この伝説がボーダンの左目イコール知恵というのを強く象徴しています。しかし彼の固めが知恵と呼ばれるゆえんはまだあります。ローマ帝政期に活躍した政治家であり歴史家であるコルネリウス・タキトゥスが表したゲルマーニアにおいて、彼はゲルマン人の最も尊崇する神をメルクリウスと呼んでいるんですけれども、これはローマ神話のメルクリウスのことであり、この神と同一視されているギリシャ神話のヘルメスのことを指しています。こちらの動画で詳しくお伝えしていますが、メルクリウスもヘルメスも知恵の象徴であるカドケウスを持つ神様であり、エジプト神話における知恵の神トートとも同一視されている神様です。さらにメルクリウスは英語読みでマーキュリーと表記され、水星を象徴する神なんですけれども、ローマ歴でメルクリウスの日にあたる水曜日はゲルマン書語ではオーディンの日と呼ばれていることから、知恵と計略に長けた神ボーダンとこれら知恵の神々も同一だと考えることができます。要するにこれらはすべて知恵と水星というキーワードでつながる神なのです。ちなみに水曜日を英語でウェンズデイと言いますが、この語源はボーダンズデイ、つまり水曜日とはボーダンの日ということなのです。さて、ボーダンという知恵を引き換えに左目を差し出した神がいる北欧に、左目を象徴とするバイオニフィケンが組織されたのは果たして偶然なのでしょうか。ここまで人類とテクノロジーとの融合を目指すテクノロジー集団バイオニフィケンの話を発端に、この組織のロゴにある左目と知恵の関係について神話を織り交ぜながらお話ししてきました。ところで目という器官は人体の中でも唯一の縁です。そして当たり前ですが、人体に目は左目と右目で2つあります。ここでこの2つの縁を合わせると別の意味が生まれてきます。この形は新世紀科学においてベシカパイシスと呼ばれているもので、宇宙の秘密を解く鍵フラワーオブライフへとつながる形です。フラワーオブライフについては別の動画でも扱う予定なのでここでは割愛しますが、この模様は世界中に刻まれており、日本でも狛犬が持っているのがそれだという説もあります。またレオナルド・ダ・ヴィンチもフラワーオブライフを研究していたそうなんです。さらにフラワーオブライフは細胞分裂にもシンクロしており、最初一つだった円が二つになることでベシカパイシスを経て、その形はフラワーオブライフへと変化していきます。ではベシカパイシスとは一体何を意味した幾何学模様なのでしょうか。一説によると、これは古来より生命誕生の象徴として用いられてきたといいます。というのもですね、この形が女性器を表しているというのがその理由なんですね。同じ直径を持つ2つの円が重なった形、ベシカパイシス、
これらの円はそれぞれ善と悪や陰と陽、月と太陽など両極にある存在の統合としても解釈されており、女性と男性としてこの円を捉えると、この2つが重なることで新しい生命が誕生するっていうことは、ブシカパイシスが持つ生命誕生というキーワードにつながります。またこの幾何学模様を横にしてみると、魚のような形をしているんですけれども、まさにベシカパイシスとは魚の浮き袋という意味があり、中世のキリスト神秘主義においては中心的な図式とされていたようなんですね。というのも、ベシカパイシスをかたどったイクトゥスと呼ばれるこのシンボルはギリシャ語で魚という意味なんですけれども、それぞれの頭文字にはこういった意味が込められているといいます。つまりベシカパイシスにはキリストが宿るところとも解釈され、初期のキリスト教徒たちもこれを隠れシンボルとして用いていました。そういった意味でもこの形はこれらの模様の中で重要度は高いものとされており、誰もが知っているこんな企業やあんな企業もこの模様をロゴに取り入れているという説もあるんです。そして2020年東京が舞台となるオリンピックのシンボル、これもベシカパイシスを意識していると個人的には思っています。ではこのロゴはどうでしょうか。ベシカパイシスに左目というシンボルを合わせたものとは考えられないでしょうか。もしそうであるなら、バイオニフィケンにおけるこの2つの円が意味する両極な存在とは人類とテクノロジーだということになります。思い出してください。ベシカパイシスは新たな生命の誕生を意味していました。そこに左目が表す万物を見通す存在という意味を付け加えると、バイオニフィケンのロゴに隠されたメッセージが浮かび上がってはこないでしょうか。つまり人類とテクノロジーを融合することで万物を見通す新たな生命を生み出す、これがバイオニフィケンの最終的な目的なのではないでしょうか。その新たな生命とは、レイ・カーツワイル博士が予測したポストヒューマンなのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。